エゴマは、シソ科の一年層。シソとは、同種の変種。東南アジア原産とされる。地方名に10年があり、食べると10年長生きできるという言われから。米、漢米は、え、食用、または油を取るために栽培される。シソとよく似ており、アジア全域では、シソ系統の品種が好まれる地域、エゴマ系統の品種が好まれる地域。 両方が栽培される地域などが見られるが、原産地の東南アジアで、葉などには香り成分として、ペディラケトンやエゴマケトンなどの3位環フラン化合物が含まれ、大量に摂取した半数動物に対して毒性を示す。高さは60から100センチメートル程度。茎は四角く、直立し、長い毛が生える。葉は体性につき、高卵系で先型が,があり。 ノコギリ状にギザギザしている。付け根に近い部分はマリー。葉は長さ7から12センチメートル。表面は緑色で、裏面には赤紫色が凍る。果樹は相乗果樹で白色の花を多数つける。果敢は長さ4から5ミリメートル。花弁は4枚で、下側の2枚が若干長い。日本ではインド原産の5枚よりも古くから利用されている。 エゴマをはじめとする子素属種種の検出が、縄文時代早期から確認されており、1974年には、長野県諏訪市の工人山遺跡から、エゴマ種種が検出されている。長野県では、大石遺跡からもエゴマ種種が出土しており、当初は、アワルイジ炭化物とされていたが、1981年に、ヒソ科のエゴマであると鑑定された。縄文時代には、 クッキー状単化物からも検出されていることから食用加工されていたと考えられており栽培植物としての観点から縄文の耕論においても注目されている中世から鎌倉時代頃まで作油用に広く栽培されエバラなど地名に絵がつく場所の多くは栽培地であったことに由来する種子は日本ではごまと同様に一手からすりつぶし薬味としたり エゴマ味噌などとして食用にされる。岐阜県の飛騨地方では、エゴマのことを油絵と呼び、味噌に混ぜて、ご平餅や焼いた餅につけたり、茹でた青菜や煮たジャガイモにあえて食べるなど、生活に密着して食用されている。エゴマが、比較的多く栽培されている。福島県には、十年味噌や、新五郎やカリンとうまんじゅうなど種子を用いた料理、菓子が多く存在するほか、 エゴマを餌に混ぜて育てた、エゴマ豚の飼育も行われている。他に、十味唐辛子の成分として加えられる例もある。種子を噛みつぶし、霜焼けの幹部に塗ると治るという伝統的な民間療法が長野県海田地方に残る。エゴマ油は、種子から絞った油でノ油とも言われ、食用に、また乾性油なので防水性を持たせる塗料として、油脂、万笠。 油団などに用いられてきた。中世末期に不乾性油のナタネ油が普及するまでは、日本で植物油といえば、エゴマ油であり、糖化にもこれが主に用いられ、安定的に確保、供給するため。しかし、ナタネ油の普及とともに次第に、エゴマ油の利用は衰退し、乾性油としての特質が不可欠な用途に限られていき、知名度は低くなっていった。しかし、朝鮮などでは、 トゥルギルムと称して、日本よりも一般的に使用され続けている。1990年代後半以降、エゴマ油が人体に不可欠な必須脂肪酸であるアルファリノレン酸を他の食用油に比べるよう見ないほど豊富に含んでいることから、健康に良い成分を持つことが注目され、再び日本の食品市場に現れるようになった。しかし、エゴマ油の知名度が低かった日本では、 商品店会場を不利と見たのか、シソ湯の商品名で市販されていることが多かった。このため朝鮮のエゴマ油と日本のシソ湯を別のものとする誤解も生まれている。これは朝鮮においても同様で、日本のシソ湯を茶層いるなどと称して別のもののように扱う例がある。食用のエゴマ油は揚げ物や炒め物などの加熱調理では容易に酸化するため適していないが、 癖が少ない風味であり、そのまま飲むか、出来上がった様々な料理に適量をかけて摂取するのが一般的。工業用では、塗料樹脂の原料、リノリウム、印刷ンキ、ポマード、石鹸などの原料として利用される。伝統的には紙に塗って防水紙とする用途も重要で、韓国ではそれを屋内の温ドルの上に敷くなどの使い方もされた。なお、2004年には、 国民生活センターが、また2008年に、日本即席食品工業協会が、スチロール製容器を使用するカップ麺に入れた場合、容器が溶けることがあるとして、注意を呼びかけている。韓国のミョルチボッサムに使った、冷脂素系統の品種群の香りが好まれてきた、日本においては、エゴマ特有のペリラケトンの匂いを不快と感じる人が、多く、一部の漬物用を除いて、 葉を野菜として利用することは、ほとんどなかった。しかし、朝鮮、韓国料理ではむしろ好まれ、エゴマを、野のゴマを意味する、トゥルケと称し、特に香りの良い種類は、ケンニップと称し、サンチュなどと同様にサムギョプサルなどの肉料理と一緒に食べることが多い。肉や漬けた食品を歯で包む、こうした食べ方は、サムと呼ばれる。エゴマのサムは、特に、環境北道、 環境難道チェジュ道で盛んである。その他、チャンハチと称して、葉を酸っぱい醤油漬けにして食すこともあり、チェジュ道などではこれも、サムの食材とする。近年、福島県などで、若葉を乾燥させ、他の薬草などと茶外茶として利用する例も見られる。野生の変種には、レモンのような香りのある、レモンエゴマがあるが人間による利用はされていない。 日本ルはこの種子をよく食べていることが知られている。なお、子祖族の独立種として扱われることもある。広島県の宮島に分布するレモンエゴマは、ここの系統にのみ含まれるエゴマケトンの強い周期により、日本自家の食害を免れている。禁煙種の虎のおじそも同様の周期を持つ。ありがとうございます。